佐久間大介、ジャニーズでよかった、スノーマン、結成11年やっとたどり着いた夢舞台。ここから始まる、国民的アイドル、ロード、人気グループ、スノーマンが10日、自身初の東京ドーム単独公演を行った。先月26日の京セラドーム大阪公演を皮切りに、46万人を動員する初の4大ドームツアー中。最新アルバム、I Do Me を引っ提げ、デビュー曲、DD など35曲で5万5000人を魅了した。CD デビュー4年目で夢の舞台に立ち、佐久間大介、30は、ジャニーズでよかった、と幸せを噛みしめ、国民的アイドルを目指す、と誓った。2012年の結成から11年でたどり着いた夢の舞台。ファンと共に苦楽の日々を過ごしたメンバーの思いが爆発した。9人はメインステージ上空の高さ20メートルからゴンドラに乗って登場。目黒蓮、26はペンライトの波を煽り、みんなの声を聞かせてくれよ、と呼びかけ、大歓声を浴びるとにんまり。阿部亮平、29はみんなの推しが東京ドームでライブしてるよ、と喜びを分かち合った。スノーマン初の東京ドーム単独公演は、DD、キッシンマイリップス、グランドールと、デビュー3作目までのシングル3連発で開幕。